クラウダユです。生活の中での16の危険な行動。2022年版スマホ最強活用術。生活防犯028。16の危険な行動。身近な危険行動を知り、事故防止。16の危険な行動。数々の企業で安全管理アドバイザーを務める東京大学大学院教授の中尾正幸先生解説。便利なものも使い方次第で大怪我する可能性がある。正しい使い方をすることが大事。危険1、スマホ。動画を見ながらうたた寝をすると、やけどの危険。充電中のスマホで動画を再生しながら布団をかけて1時間放置すると、1時間後、スマホの温度は49度。3分間触れただけで低温やけどの恐れ。熱がこもる場所や長時間肌に触れる場所にスマホを置かない。スマホをお尻のポケットに入れて尻餅をつくと、やけどの危険性がある。実験、スマホに力を加えると、火花が飛び、大量の煙が吹き出た。危険2、水槽。水槽のヒーターで火災。水槽を1週間放置し続けると水が蒸発し、ヒーター部に水がない状態になる。ヒーターの温度が急激に上昇し、発火する。長時間の旅行や夏休みの教室などは要注意。6年前ヒーターに発火しない加工の義務付けがされた。それ以前のヒーターは買い替えた方が安全。危険3、天かす。高温状態の天かすを一箇所に集めて放置すると、油の酸化反応が進み、自然発火してしまう。天かすは平らに広げてよく冷ます。危険4、ドライアイス。ペットボトルに水を入れ、ドライアイスを入れると、ペットボトルが破裂し、子供が破片で負傷した。ドライアイスの二酸化炭素が膨張して、破裂。瓶やペットボトルなどの密閉容器に入れると危ない。絶対に入れないでください。危険5、カセットコンロ。2台並べての使用は危険。2台並べたカセットコンロの上に大きな鉄板を置くと、焼肉や焼きそばが大量に作れて便利そうに思いますが、大爆発が起きる事故がありました。カセットコンロは高温になると安全装置が作動しますが、2つ並べると片方しか作動しないこともある。鉄板の熱でボンベの温度が上昇、爆発。現在発売されているものには注意書きがある。2台以上並べての使用は非常に危険ですので、絶対におやめください、と。危険6、エアコンや扇風機。6から8月にかけて、エアコンや扇風機の火災事故が起こる。30年以上前に製造された扇風機のスイッチを入れると、急激に温度が上昇し、発火、火災になる恐れもある。扇風機が不調なら、使用中しか買い替えること。扇風機には標準使用期間がある。
いくら動くからといっても10年以上経ったら買い替え時。危険7、天ぷら鍋。天ぷら鍋での火災。天ぷら鍋の火を消し、その隣でやかんでお湯を沸かしていた。たまたま注ぎ口が天ぷら鍋の方を向いていて、天ぷら鍋の油がまだ熱かった。やかんのお湯が油の鍋に飛び、油がやかんのガスに飛んで引火し、住宅3軒全焼の火災があった。危険8、圧力鍋。圧力鍋で普段通りカレーを作ると危険。圧力鍋には蒸気を逃す弁があるが、カレールーを入れてからも圧力をかけると、弁にカレーが付着して圧力を逃すことができなくなり、鍋の蓋が壊れ、飛んでくる危険性がある。圧力鍋の注意書きには、次のようなものは圧力調理しない。カレー、シチューなど、とろみや粘りがあるものと書かれている。カレーを作る場合は、ルーを入れる前に圧力をかけ、ルーを入れた後は、圧力をかけずに調理するように。危険9、スプレー缶。暖房器具のそばにスプレー缶を置く。20分以上放置すると爆発する。国民生活センター。神奈川県相模原市にあり、さまざまな実験が行われている。センターでは実験動画で注意喚起している。ロボットが電気スタンドのスイッチの耐久試験をしていたり、長時間の経過観察や危険な実験などに活躍している。加熱された湯たんぽの口金を開けると熱湯が噴き出てくる。50周年を迎えた国民生活センターでは、消費者からの苦情や相談をもとに実験を実施して問題点を明らかにしている。冷蔵庫。冷蔵庫を壁にぴったりと設置すると熱を放出できなくなる。故障や発火の原因につながる。取扱説明書を確認してから設置しましょう。危険10、モバイルバッテリー。カバンの中でモバイルバッテリーが発煙。事故を再現すると、カバンの中の温度が64度にもなった。日本では安全基準を満たしている PSE マークのない製品は販売禁止になっている。海外製品でPSE マークのないものは使用注意すること。危険11、スプレー缶製品。スプレー缶は中身を使い切り処分。自治体により異なります。風通しの悪い場所でガス抜きを行うのは危険。実験、密閉された空間でガス抜き。10分後、ガスは残っていた。スプレー缶に使用されている可燃性ガスは、空気より重いため、下の方に溜まる特徴がある。ガス抜きは、風通しの良い場所で行うこと。危険12、ドライヤー。ドライヤーを使った後、コードをぐるぐる巻きにしていませんか？コードの付け根の中で電線が切れてしまっている時がある。電源コンセントを入れるだけで火花が出ることもある。ドライヤーの
異常動作を感じたら、使用を控える。期限13、コールドスプレー。コールドスプレーをかけた状態で火に近づけると簡単に引火する。化繊の服は燃えると溶けるので、さらに危険。コールドスプレーを振った後にタバコを吸って火傷をした事例もある。期限14、消毒液。アルコール消毒液は透明で引火しやすい。炎が見えにくいので危険。エタノールの炎は青白いため見えにくい。消毒後に火に近づくと火傷の危険がある。危険15、ライター。ライターを使用後、すぐにポケットに入れるとポケットが燃える可能性がある。着火レバーから指を離しても火が完全に消えないことがある。残火という消火を確認してからポケットに入れること。危険16、電子レンジ。電子レンジでコーヒーやお茶を温めると火傷をする可能性がある。電子レンジで温めすぎて沸騰させてしまった場合に、取り出してすぐ顆粒のお茶などを入れると、その刺激で再度沸騰してお湯が飛び跳ね火傷をすることがある。ボタン電池の誤飲。体温計や防犯ブザーに入っているボタン電池。小さいお子さんが誤って飲み込んでしまい、食道に引っかかる事故が後を絶たない。実験してみる。鶏肉を子どもの喉の皮膚とする。ボタン電池をその上に乗せ20分。化学反応が起きてアルカリ性の液体が出てくる。タンパク質を壊す。ただれたようになる。乳幼児が飲み込んでしまったらすぐに医者に見せる。2022年版スマホ最強活用術。2021年秋、スマホの最新機種が続々と発売。iPhone13、プロのカメラマンいらずの映画のような撮影。2022年発売予定。タブレットサイズになる伸びる画面のスマホ。大進化するスマホの知識のアップデート。iPhone 芸人の梶ヶ谷拓哉さんと、女子向けスマホのコレクター、Android スマホに詳しい富永彩乃さんのお二人が解説。1、持ち主が亡くなった時に役立つ。iPhone に搭載予定の新機能は、スマホに遺言機能がついている。法的な効果はありません。法的な遺言とは違うが、デジタル遺産プログラムという新機能。デジタル遺産プログラムで、個人のアカウント管理や連絡先になる人を指定しておけば、あなたが亡くなった時に、その人があなたのアカウントと個人情報にアクセスできます。個人のスマホに入っていたネットバンキングのデータや大事な連絡先など、家族でも引き出せずにトラブルになるケースがあった。生前に受取人を指定、持ち主の死後にデータを引き出し可能になる予定。2、他人のバッテリー切れを回復できる新機能。 Android スマホでワンタッチでくっつけるだけでバッテリーを分けてあげられる機能。ワイヤレスバッテリー共有ボタンを押す。スマホを背面にくっつけるだけで相手のスマホを充電。QI、ワイヤレス給電
への対応が条件。 iPhone や AirPods なども充電してあげられる。 3. 余計な人や物が映り込んでしまった時に役立つ機能。 Android スマホの役立つカメラ機能。 AI が余計な人や物を消してくれる。ペンツールを選択し、消しゴムマークを押す。余計な部分をタッチして消去するだけ。 AI が見えない部分の背景を周りの情報から予測し合成してくれる。 4. とんでもない写真補正ができる無料アプリ。レミーに古い写真や画質の荒い写真を AI が分析し、高解像度に修正してくれる無料アプリ。修正前、修正後がすごい。ピンボケした濃度の写真も綺麗に見えるようになる。5. 話題の女子向けスマホ。女子向けスマホは見た目が可愛いだけでなく、女性におすすめの機能が搭載されたスマホ。二つ折りスマホ。ギャラクシー Z、フィリップ3、5G。コンパクト、かわいい、三脚なしで写真撮影できる。家庭内感染対策の掃除。ズボラキッチン家電。生活防犯027。新型コロナウイルスの家庭内感染対策の掃除の仕方。新型コロナウイルス家庭内感染対策。家庭内感染が増加しています。消毒の前に掃除が大事。新型コロナウイルスの生存期間。木材には2日間、ガラスは4日間、ステンレスは7日間、プラスチックは7日間など、ウイルスは感染力を持ち続ける。日本特殊清掃隊、神野さん解説、ダイヤモンドプリンセス号の清掃作業にも参加した実績を持つ。コロナ禍における4つの掃除ポイント。1. 効果抜群の拭き方。カラー拭きプラスコロナ用薄め洗剤で2度拭きする。コロナ対策用薄め洗剤の作り方。水 500ml プラス界面活性剤入り台所洗剤を小さじ1入れ混ぜたもの。界面活性剤は新型コロナウイルスを無毒化する。経済産業庁のホームページに、どの洗剤に界面活性剤が入っているかのリストが掲載されている。1. 空拭きで表面の汚れを取る。2. コロナ用薄め洗剤で拭く。この2つが基本の掃除で A と名付けます。消毒スプレーを吹きかけるとウイルスが噴射の勢いで拡散してしまう。玄関では家に入る前に手の消毒。人が触れる場所だけ基本の掃除 A を行う。ドアハンドルや電気のスイッチなど。靴の裏には多くのウイルスが付着している危険性がある。玄関の外にコロナ対策用薄め洗剤をタオルに染み込ませて、帰宅時に靴で数回踏む。靴のままの生活はダメ。主要国の新型コロナウイルスによる人口100万人あたりの死者数。第1位、イギリス。1796人。第2位イタリア。第3位アメリカ。第4位
メキシコ、第5位フランス、1309人、ほとんどが一般的に家の中で靴を履く国、靴を脱ぎスリッパに履き替えるのが良い。4つの掃除ポイント。2、手洗い。洗面所ではあちこち水が飛び、細菌やウイルスも飛び散るので、洗面台の瀬戸物の付近の低い位置で手を洗う。洗面所は手洗いをする重要な場所で、家族で共有する場所。使った後、乾いたタオルで水を拭く。濡れタオルは菌を塗り広げてしまう。歯磨きは飛沫が飛びやすい。口を閉じて歯磨きをして、うがいは低い位置でするように。手拭きタオルは共有せず別々のものを使用、または使い捨てペーパータオルなどを使用すると良い。リビングの掃除前と掃除中は換気しないこと。ハウスダストが舞い上がり、空中にあるハウスダストなどは掃除できない。換気は掃除後30分以上経ってからするように。4つの掃除ポイント。3、掃除機。排気口が高い位置にあるスティック型掃除機がおすすめ。転がすタイプの掃除機は斜めになった時、床のほこりを舞い上げてしまうことがある。掃除機が水平なら良い。また本体を手に持ち、床から上げれば OK。 掃除機のかけるタイミング。舞い上がったほこりが床に落ちきった状態の朝起きてすぐ、または帰宅直後。最もダメなのは寝る直前の寝室の掃除。寝ている間にほこりが自分に降りかかってくる。トイレは床の掃除がとても重要。新型コロナウイルスは便からも多量に排出される。トイレは必ず蓋をしてから流す。基本の掃除の仕方 A で、一方向に拭き掃除する。掃除の仕方 A。 1、から拭きで表面の汚れを取る。2、コロナ用薄め洗剤で拭く。往復させると汚れが戻ったりする。ほこりも舞い上がる。界面活性剤は汚れを分解する力がある。よかったらグッドマークボタンを押してね。4つのポイント。4、使った後の掃除用具の掃除が重要。体調不良者や陽性者がいる場合は、部屋ごとに使ったものはビニール袋に入れて処分する。日常の感染予防であれば、コロナ対策薄め液に掃除用具をつけた後、洗濯すれば再利用可能。掃除機のゴミ捨ては、マスクをつけてベランダなどの屋外でゴミ袋に入れて処分すること。家を効率よく除菌する掃除の鉄則。上から下へ掃除せよ。ほこりなどは時間とともに重力で下に落ちる。ダイニングの掃除の場合は、テーブル、椅子、床の順。掃除する部屋の扉は必ず閉める。一部屋ずつ確実に掃除する。コロナ感染対策の観点で言うと、共有スペースでない自分の部屋はそんなに掃除しなくてよい。ズボラキッチン家電。今流行のズボラキッチン家電。解説はズボラ家電の女王の田中真紀子さんと、全日本ズボラ主婦連盟の代表理事の朝倉由紀さんのお二人。400種類以上の料理が
ほったらかしで作れるズボラ調理鍋、水なし自動調理鍋ヘルシオホットクック、66,000円。お店によって値段は変わります。蓋に装着されている混ぜ技ユニットがパワーアップ。オムレツの場合、旧機種は卵を割って溶いてから鍋に投入していた。新機種は卵を直接鍋に割り入れる。メニューでオムレツを選択するだけで絶品オムレツが完成。去年一大論争となったポテトサラダ。惣菜コーナーで高齢の男性がポテトサラダを買おうとしていた幼児連れの女性に言い放った。母親ならポテトサラダぐらい作ったらどうだ。男性はさっさと立ち去った。意外と手間がかかる料理のポテトサラダ。新機種には具材を潰す機能が追加された。旧機種、蒸したじゃがいもを自分で潰す必要があった。新機種、角切りにした生のじゃがいもを入れるだけ。ヘルシオホットクックは無線 LAN と連携すれば新しいレシピを次々と提案してくれる。焼く、煮る、蒸すが一台でできるホットプレート。象印魔法瓶、スタン、ホットプレート、16,500円。お店によって値段は変わります。普通と違う深さ4センチメートルの深いホットプレート。食卓で作りながら食べる。洗い物を減らせる。ハイスペックコーヒーメーカー。電動機のプリマドンナクラス、全自動コーヒーマシン、全13種類の味を楽しめる、カフェジャポーネ、エスプレッソのうまみ、ドリップのすっきりした後味を楽しめるコーヒー、カプチーノ、ミルクが最も甘くなる60から65度の抽出温度、ミルクと泡の黄金比率の2対3を実現した。内部洗浄を全自動でやってくれる。一般的なコーヒーメーカーは、使うたびに分解してフィルター掃除が必要。プリマドンナクラスは、電源のオン・オフの時に自動的に内部洗浄する。お値段は少々高い。28,300円。お店によって値段は変わります。加熱調理が可能なブレンダー、レコルト、ソイ&スープブレンダー、11,000円。お店によって値段は変わります。ポタージュスープを作るのは手間がかかる。食材を細かく刻みながら、加熱調理が可能。本体にヒーターを内蔵している。高級レストランレベルのスープを作れる。劇的に進化した炊飯器、かまど炊き、象印魔法瓶、圧力 IH 炊飯ジャー、塩分炊き、115,000円。お店によって値段は変わります。かま底に6つの IH ヒーターがあり、交互に加熱することで、かまどのような炎を忠実に再現している。冬の身近な危険を防ぐ。最近のマナー。スリーコインズロフトのおすすめ商品。生活防犯030。冬の身近な危険を防ぐ。東京大学大学院教授中尾正幸先生解説。冬の爆発発火トップ10。1. 油分のついた洗濯物を衣類乾燥機内に放置。
自然発火の危険がある。ごま油、オリーブオイル、植物油、ボディオイル、アロマオイルなど、エプロンについていた食用油やアロマオイルを拭いたタオルなど、洗濯物に残っている油分が熱風で酸化し発熱、乾燥機の中が燃え上がる。洗濯しても油分が残っている場合がある。2. 焼き芋を電子レンジで加熱。炎を上げて燃える可能性がある。焼き芋を入れ加熱。7分後、焼き芋の水分が水蒸気になり、電子レンジから煙が出てくる。さらに3分後、レンジの庫内で焼き芋が燃え上がった。芋類は水分が少ない。冬の爆発、発火、トップ10。3. こたつで洗濯物を乾かす。実験、こたつのヒーターに洗濯物が接触してしまい、発火する。座椅子を押し込んだ時にこたつ布団がヒーターに接触してしまうこともある。こたつの注意書きに、座布団や衣類などを中に入れたり、洗濯物など乾燥しないと書いてある。4. コード。断線したコードに電流を流すと火花が出て燃え上がる。断線の原因としては、コードが椅子の下敷きになっていたり、テーブルタップのコードをぐるぐる巻きにして使用していたり、ドライヤーにコードを巻きつけるなどしていたり。5. カセットコンロで炭を起こす。実験、カセットコンロの上に網を乗せ、炭を乗せ、火をつける。破片が外に飛ばないように檻の中で実験。火をつけてから10分後に安全装置が作動し、カセットコンロの火が消えた。14分後爆発した。炭の熱がボンベを加熱していた。冬の爆発、発火、トップ10。6. 収斂火災。虫眼鏡で太陽光を集めると紙が燃える仕組みの火災。窓際に光を集めるガラスの花瓶、水の入ったペットボトル、金魚鉢などを置いていた。冬の日差しは太陽の位置が低いので、部屋の奥まで光が入るので要注意。レンズの役目をしそうなものは、光の当たらないところへ置き、外出時はカーテンを閉めるなどする。7. 折れ目がついたホットカーペット。ホットカーペットが折り曲がっていると電熱線が重なり高温になる。火災の原因となる。使うときは折れ曲がっている場所はないか確認。しまうときは取扱説明を見て収納する。8. シュレッダー掃除にエアーダスターを使用していた。噴射されるのは空気より重い可燃性ガス。シュレッダーのゴミ受けにガスがたまり、シュレッダーを稼働したときに火花が起こったりすると爆発、炎上する恐れがある。シュレッダーの注意書きに、スプレー厳禁とある。冬の爆発、発火、トップ10。9. エアコンの掃除。エアコンの内部を掃除しようと、洗浄液を使用。電気配線の端子に液体がついてしまうと、電源を入れた時にショートし、エアコンから発火、炎上する可能性がある。電気配線には蓋があり、液体をかけたり蓋を開けたりしないように。よかったらグッドマークボタンを押してね。10.
ガス抜き中に引火。カセットボンベのガス抜き。ついキッチンのシンクで行ってしまう。ガスコンロの火が消えていることは確認。換気扇も回して、シンクの中でガス抜き。ガスは空気より重いので、シンクの底に溜まっている。水道の蛇口などを触り、静電気が起こると爆発、炎上する危険がある。屋外の火の気のない風通しの良い場所でカセットボンベのガス抜きは行いましょう。スプレー缶のガスは捨てる前に必ず抜くこと。実験施設、独立法人、製品評価技術基盤機構燃焼技術センター、通称 NIGHT。事故の原因調査、注意喚起の映像を作成している施設。モバイルバッテリーに圧力をかけると爆発し燃える。リチウムイオン電池がショートして発火。スマホにもリチウムイオン電池は使われている。尻餅をついて火傷する可能性もある。軍手に瞬間接着剤が付着すると、火傷の危険。軍手にポタポタと瞬間接着剤をつけると、温度が20秒で20度から80度に上がる。瞬間接着剤は空気中の水分と反応して発熱して固まる。金属、プラスチックに垂らすと表面積が小さいので、発熱も小さい。軍手や衣類などに付着した場合、繊維に染み込み、空気に触れる表面積が大きくなり、高温になってしまう。手につかないようにと軍手をして瞬間接着剤を使用するのは危険。電子レンジで牛乳などの液体を加熱しすぎると、火傷の危険。沸騰する温度を超えても沸騰しない加熱状態。スプーンを入れるなどすると、急に溢れ出てくるトップスという現象。沸騰するものなら何にでも起きる可能性がある。少しずつ温めること。コンロなどで味噌汁を温め直すときも危険。実験では鍋が飛び上がり、中身が飛び散った。味噌汁を鍋で温め直したい場合は、弱火かかき混ぜながら温めるなどすると良い。いろんな事故を避けるためには、製品の取扱説明書は必ず目を通すこと。細菌のマナー。本、育ちが良い人だけが知っていること。マナー本。著者の砂井恵美さん解説。当たり前の仕草ができるかできないかで人生が大きく変わると言います。傘の正しい使い方。上品な振る舞い。すれ違うとき、相手と反対側へ傘をかしげる。長い傘を畳んだときは、傘の柄を外側から腕にかけて持つ。傘の先は自分に向ける。傘が人に当たったり、水滴を人にかけるのを防ぐ。男性がやりがちな、カバンと一緒に横に持って歩くのは、他の人に当たるかもしれない。傘の持ち手に巻かれたビニールや、サイズの書かれたシール、そのままにすると、使っているうちにみすぼらしくなるので、買ったら剥がしましょう。お店などの洗面台、使い終わったら拭く。買ってきたお惣菜、お皿に盛り付ける。挨拶をするとき、一度立ち止まり挨拶する。
公共の場などで椅子を使用した場合、自分の椅子のほかにさりげなく他人が使用した椅子も直す。デスクの下で靴を脱がない。育ちというと、幼少期の環境やしつけと思いがちですが、先生の言う育ちが良い人とは、大人になってから自分を育てる人のこと。相手に嫌な思いをさせないように気をつければどなたでもできます。初対面のご近所に挨拶の場合、一方的な会話はダメ。相手を惑わせてしまう。質問したい気持ちを抑え、自分の情報を伝える。相手も話しやすくなる。先輩にわからないことやアドバイスを聞くとき、ちょっといいですか?と話しかけず、5分ほどお時間いただいてもよろしいですか?と必要な時間を伝える。話しかけられて誰だか思い出せない。正しい対応は、覚えていないことは正直に聞き直す。全部を忘れていたと伝わってしまうと、がっかりされるので、お顔だけは覚えているんですが、ちょっとお名前が思い出せなくて、というような言い方が良い。会話での相槌も重要。相槌の回数が多かったり、相手の話と相槌が被るのはマナー違反。なるほど、など適当な言葉で相槌を打つのも良くない。よかったらグッドマークボタンを押してね。自宅で長居する来客への対応。不愉快にさせずに帰ってもらえる方法。私、夕飯の支度でスーパーへ行くので、駅まで一緒に行かない?など、一緒に外へ出ることを提案する。食事の仕方、婚活などで相手にチェックされるポイントでもある。焼き鳥の食べ方、串のまま食べる。串が刺さるかもになったら、お箸で肉をずらす。サンドイッチ、縦のまま手で食べる。横に食べると歯型がくっきりついてしまう。縦のままだと中身も押し出されにくいので、上品な食べ方。目上の方、上司の自宅に招かれた。12時に招待された場合、何時頃に伺うのが良いでしょう。上司の性格にもよりますが、早く行くと相手を焦らせるので、12時5分ぐらいが良い。仕事の打ち合わせの場合は、5分前行動が常識。ジャケットは家に入る前に脱ぎ、裏返しにして畳み、腕にかける。ジャケットのほこりや菌、花粉などを相手の部屋に落とさないため。玄関での靴の脱ぎ方。人の家に上がるとき、後ろ向きに靴を脱いで上がるのはダメ。後ろ向きで靴を脱ぎ、上がるのは、ながら動作で、上品ではない。正面を向いて靴を脱ぐ。かがんで靴を180度回し、玄関の端に寄せる。手土産を目上の人に渡すときに一言を添える。心ばかりですが、ぜひ召し上がってください。最近はポジティブな言い方が好感を持たれる。一昔前はつまらないもの、お口汚し、お口に合うかどうかなどのネガティブで謙遜しすぎの言葉が多かった。紙袋などは、昔で言うところの風呂敷、持ち運ぶもの、汚れやほこりを防止するためのものなので、持ち帰ること。
スリーコインズロフトのおすすめ商品。スリーコインズ、場所はららぽーとエキスポシティ、大阪府吹田市万博記念公園内。今回番組では6人の人たちのおすすめをいろいろ紹介していきます。森三中の村上さんと黒沢さん、料理研究家でカルディマニアの稲垣飛鳥さん、グルメのスペシャリスト、ミーツの元編集長の金場由佳さん、整理収納アドバイザーの西口理恵子さん、ボディメイクトレーナーの家吉ティナさんの計6人でいろいろ回っていきます。紹介するスリーコインズの商品のお値段は税込み価格になります。スリーコインズのおすすめ商品、シリコン折りたたみ茹でざる550円。鍋に取り付けて1つの鍋で別のものを茹でられる。茹で時間の違う食材を同じ鍋で同時に調理できる。クリップ式シリコンざる550円。クリップをつけるだけで鍋が水切りざるになる。シリコーンたわし2個セット330円。シリコンの細かな凹凸で軽い油汚れなら洗剤なしで OK。分解できるハサミ330円。きれいに洗えるので衛生的。ビストロヌードル330円。電子レンジで簡単に即席麺が作れる。水と麺を入れて電子レンジにかけるだけ。手軽にインスタントラーメンができる。すのこもついているので、レンジで温野菜も調理可能。ワイヤースタック収納ラック330円。棚板に差し込み、その下に収納スペースが生まれる。連結もできる。下駄箱のデッドスペース利用で靴が収納できる。ハンガー幅40センチメートル。女性のサイズにぴったり。男性用は45センチメートル。伸び防止ハンガー330円。T シャツの襟を伸ばさなくてもかけることができる。色違いがあり、よく着る服、着ない服でハンガーの色を変えると良い。整理収納は定位置管理と適正量が大事。スペースごとにハンガーの色を統一すると見栄えもよくすっきりする。ワイヤレスステレオイヤホン1650円。お手頃価格で音質も良い。コットン蓋付きフラット収納330円。布製のスーツケース風の形。ロフトのおすすめ商品、シルクビューティーナイトキャップ2178円。マッサージガン、ドクターエアーの RCV ガン9900円。筋膜リリースができる。1分間で最大約3500回の振動。筋肉を覆う膜をほぐすことでパフォーマンスアップが期待できる。ヘッドをいろいろな形に付け替えることができる。100円ショップ、カインズ、イケアの爆受けグッズ祭りスペシャル。生活防犯029。100円グッズ、ダイソー、セリア、キャンドゥ、ワッツ。100均ショップ爆受け最強グッズ紹介。100均ショップ4社、13万6000点の中から厳選しました。
店舗によって品揃えが異なり、在庫がない場合があります。また、廃盤になる場合もあります。仕様変更が発生する場合もあります。金額はすべて税込み価格です。紹介者は100円ショップマスターのしげぴーさん、100円グッズウェブライター佐々木舞さん、ニューズの増田隆久さんなど、プラスワン機能がついたキッチングッズベスト4。1、ダイソー、ウォッシュグローブブラシ付き220円。キッチンのシンクや靴を洗うときに便利。進化したもの、ウォッシュグローブスポンジ付き220円。食器を洗うときにぜひおすすめ。スポンジを外して手袋にも使える。2. セリアワンプッシュお掃除ボトル110円。洗剤の詰め替えボトル。この中に洗剤を入れて押すと1回分がつく。3. セリア浮かせるスポンジホルダー110円。吸盤付きスポンジを引っ掛ける。4. セリアフック付きチューブグリップ4個入り110円。引っ掛けフック付きで冷蔵庫内で便利に使える。楽々調理グッズベスト4。1. セリア野菜の皮むきスポンジ110円。皮を剥くためのスポンジ。ピーラーだと皮を分厚く剥いてしまう。2. ダイソー厚み調節スライサー330円。つまみを動かせばスライスする厚さを7段階に変えられる。3. セリアシリコン菜箸スタンド110円。星型のシリコングッズ。鍋に引っ掛けられ200度まで OK。4. セリア、キッチンツールスタンド、110円。お玉を立てるもの、周りに煮汁などもこぼれにくい形状。掃除グッズベスト4。1. ダイソー、ゴミ取り手袋くるりんぽい、110円。排水口の髪の毛や野菜くずなど、手にはめてつかみ取り、くるんとして捨てるための袋。2. ワッツ吸水タンク付き結露取りワイパー110円。窓掃除用具結露取りワイパー。結露が下にポタポタ落ちない。グリップのタンクにたまる。3. ワッツ曲がるブラシ110円。お風呂用ブラシ曲がるのでいろんなところにフィットして掃除できる。4. ワッツ幅8cmのカーペットクリーナー110円。小さい四角い白い箱でおしゃれ。一緒におすすめ。コロコロの粘着スペアテープブラック110円。どれだけゴミが取れたかよくわかる。楽々整理収納100円グッズベスト4。 1. キャンドゥ5連ドアフック110円。厚さ3から 3.5cm 以内のドアに使える。服やカバンをかけられる。 2. セリアマヨケチャホルダーフック付き110円。フックでドアポケットに固定し、立てて収納。3. キャンドゥ、立てて置ける保存容器、110円。4. セリア、ハンディラップ、110円。段ボールを束ねたり、などの紐代わりに使う。進化して持ち手がくるくる回るようになった。キッチン100円グッズベスト5。1. ダイソー
フリーザーバッグ食パン用110円。食パン1斤が入る餅つき。漬物作りにも使えます。2、ダイソートースターブラシ110円。ブラシにヘラがついていて、トースターの底のパンくずやこびりつきの掃除に便利。3、ワッツクルリンカッター110円。野菜などをトルネード型に切ることができる。じゃがいもをトルネード型に切り、串に刺して油で揚げるのも良い。4、ワッツスリーウェイ卵切り器110円。スライス、串切り、半分の切り方ができる。シゲピーさんはみじん切りに使用している。縦、横に2回スライスすれば、粗みじん切りになるので、便利だそうです。5、ワッツ、ステンレス製マジックソープ110円。魚やニンニクを調理した時の匂いを取るための金属石鹸。金属表面はプラスイオン、匂いはマイナスイオン。プラスにマイナスが引き付けられ、水道の水で流すと匂いが取れる。洗濯楽家事グッズベスト3。1、ダイソースパイラルハンガー550円。蚊取り線香のような形状のハンガーで、シーツや布団カバーなどを干せる。乾きやすい。2、ダイソー壁ビタハンガー110円。半円形なので、壁や戸のフックでもうまく干せる。よかったらグッドマークボタンを押してね。3、キャンドゥパーカーハンガー110円。パーカーのフードをかけれて乾きやすい。2段階で大人用、子供用のパーカーに対応している。寒い時期に大活躍の100円グッズベスト3。1、セリアマスクバンド110円。シリコン製で紐部分に装着する。耳にかけずにマスクをつけられる。4つのフックで頭の大きさに合わせて調節可能。2、ダイソーつくねトング110円。挟むだけでまん丸なつくねができる。ミンチを片側にいっぱい入れ、閉じた後に左右に振ると、まん丸なつくねの完成。3、ワッツ折りたたみ鍋敷き110円。開くと X の形になる鍋敷き。外出時に大活躍の100円グッズベスト3。1、セリア楽ちん巾着110円。広げると大きく開く。普通のポーチより中身を探しやすい。2、ワッツカードスタンドケース110円。ワンタッチスマホスタンド。3つの機能。スマホリング、ケーブルバンド、カードケース。3、ダイソー自転車用傘ホルダー110円。自転車に使用していない傘を固定できる。よくある悩みを解決する100円グッズベスト4。1、ワッツ伸びる靴紐110円。2、ダイソー自転車用空気入れ110円。体力を使わずに空気を入れれる。缶をよく振ってタイヤなどの空気穴に注入。少しの空気入れなら約20回使用できる。3、ワッツレトルト絞り&カッター110円。レトルトパックを絞り出し開封できる。マグネット付きで収納に困らない。4、セリア印鑑ケース110円。スマートスタンプタイプ。セットして上蓋をプッシュすると主肉がつき、
蓋を外して印鑑を押す。カインズの爆受けグッズ。カインズホームセンター業界ナンバーワンオリジナル商品が約1万3000点。全国227店舗。2020年の売上高4800億円以上。絶対買うべき商品2022年版。2022年1月現在のお値段を表示しています。案内はカインズぞっこんさんの海老原葉月さん。キッチン部門の人気商品。レンジで使えるバスケット498円。そのまま温めることができる。丸ごと水洗いできる。しっかり切れるホイールケース598円。蓋を閉じるとスパッと切れる。取っ手が外せるストーンマーブル仕切りフライパン1580円。ハンドルは別売。コンパクトに収納でき、2つの料理を同時に作れる。土鍋風卓上鍋22cm 2580円。アルミ製で温まりやすい、軽い土鍋の半分以下。まな板シート498円。好きなサイズにカットできる使い捨てシート3m。縦にも横にも置ける冷水筒798円。容器の底が四角い。プラスワン機能のキッチングッズベスト4。1、持ちやすいおろし器容器付き980円。大根おろし器、親指を固定できるくぼみがある。2、箸先がつかない菜箸398円。直に置いても箸の先端が空中になる。3、両面メジャースプーン498円。表で大さじ、裏で小さじになっていて、チェーン付きでかけて収納できる。4、立つシリコンお玉498円。キッチンのプチストレスを解消ベスト3。1、レンジ汚れ防止マット798円。電子レンジの大きさに合わせ、ハサミでカット。電子レンジ内の底に敷いておくだけ。洗剤で洗える。耐熱温度は230度まで大丈夫。オーブンでクッキングシートとして使えたり、パンなどの生地をこねたりするときの下敷き代わりとしても使える。2、ケースタ樹脂食器198円から。食器の裏に縁がないので、布巾などで拭きやすく、乾くのも早い。一般の食器は、裏のくぼみに水滴が残りがち。3、弾くドライプラス、498円から。撥水加工されている食器。水も油も弾くお皿など。乾きが早く、食器洗いが楽ちん。電子レンジ食洗機にも対応。はじくシリーズのご飯の量が測れるメシワン中548円。メモリがついていてダイエットしている人に人気。洗濯部門の人気商品。高さが変えられる腰楽バスケット1280円。洗濯物が干しやすい。引き出すと高さが高くなる足がついている。引っ張って取り込みやすいインテリアハンガー2980円。乾いた洗濯物を引っ張るだけで外せる。積み重ねても出し入れできるバスケット980円。
広げて干せる折りたたみインテリアハンガー12ピース980円、かゆいところに手が届く洗濯グッズベスト3、1、ロング丈もかけられる折りたたみランドリーラックパタラン8980円、室内用洗濯物干しタオル10枚以上、ピンチハンガー2つ、本体は折りたたんで収納できる、アルミ製で軽く簡単に畳める、収納時幅14cm。 よかったらグッドマークボタンを押してね。2、幅が変えられるハンガー2480円、伸びたり縮んだり取り込むときは小さくして家の中に持って入ればよい。3、干すときに傾かない大きな洗濯ハンガー60ピンチ1480円、両端に引っ掛けるフックがある。掃除部門の人気商品、立つフローリングワイパー1280円、自立して立つ。かゆいところに手が届く掃除グッズベスト3、1、立つほうき1280円、ほうきの先が収納されるコンパクトなデザイン、一緒に使うとおしゃれな立つちりとり698円、組み合わせて収納できる。2、奥まで届く隙間ワイパー980円、長い、軽い、しなる、届かないところも掃除できる。3、絞れる窓網戸ワイパー1280円、長い柄で網戸とか窓を掃除できる、洗って手を濡らさずに絞ることができる、レバーを動かすとブラシが半分に折れて絞れる、水分をつけて水分を切ることができるスクイーズの機能付き。収納部門のアイデア収納グッズ、整理収納ボックススキット198円から、サイズ違い、高さ違いなど14種類、組み替えることでシンデレラフィットできる、キッチンの食品ストックや小物整理など取り出しやすい、スキットシリーズがシンデレラフィットするサイドテーブル、スティッカーダブル9800円、キャスター付き。かゆいところに手が届く収納グッズベスト3、1、キャリコオレア朝型698円、収納ケース、蓋が分割して開けられる、蓋が2段階に開けられる、中身が取り出しやすく、ベッド下収納などに便利、冬物夏物を入れぐるりと回して衣替えに使える。2、鍋フライパン蓋スタンド分離式1280円、伸び縮みするので長さや幅を変えられる、仕切りは M 字型でフライパンの蓋の収納にも使える。3、積み重ねたまま取り出せる組み立て式ケース598円から、中身が取り出しやすい、蓋が上に上がり止まるので出し入れしやすい、前後に蓋があり半透明と真っ白い蓋、どちらからも開けることができ、使い方をいろいろと考えられる。 IKEA の爆受けグッズ、 IKEA 2006年日本第1号店がオープン、総売上4兆円、有名ブランドと比較するとIKEA は価格が3分の1。郊外店舗は大型家具。近年雑貨などを扱う都心型店舗がオープン。取扱商品数は
9500点以上、年間4回2000点以上の新商品が追加。進化した商品紹介、イースタードフリーザーバッグ149円から縦20cm。 IKEA の価格はすべて2021年8月時点の税込み価格。為替レートにより変動する可能性あり。進化を遂げたベコスタフリーザーバッグ299円。先ほどのフリーザーバッグと違って縦型になった。縦 35cm、 ごぼうやネギも入る。持ち手もついて持ち運びに便利。折りたたみ傘も入れれる。シリコン製ラップ、オーベルメットフードカバー3点セット499円。お皿や容器にぴったり。野菜や果物の切り口にも使える。鍋敷き IKEA 365プラスグニスティーグ599円。マグネットタイプで鍋底にくっついてくれる。鍋と一緒に運べる。IKEA の爆売れ最強商品7つ紹介。1. 食器用水切りマット2処理炉299円。生地ポリエステル 100%、 中身はポリウレタンフォーム。洗濯機で洗濯できる。水切りかごの下に置いたり、2つに折りループをフックにかければ収納にも便利。サイズは大きめで使いやすく、洗濯した際も乾きが早く取り替えやすいそうです。2. クロックレンユニバーサル蓋3点セット1299円。シリコン製の鍋蓋、21cm、25cm、29cm。レンジ、オーブン、食洗機のすべてに対応。220度まで耐えることができ、コンロにも対応。さらに冷蔵庫や冷凍庫でも使用できる。密閉機能でラップ代わりにもなる。 3. IKEA 365プラス正方形ガラス保存容器199円。保存容器としてだけでなく、食卓にもそのまま出せる。オーブンや冷蔵庫もすべて対応できてとても便利。選べる別売りの蓋、竹の蓋300円、プラスチックの蓋100円、シリコンの蓋400円。 4. パセラドダブルウォールグラス2ピース999円。保冷と耐熱の2つの機能があり、暑くて持てないや結露でびちゃびちゃを解決。職人の手作りの商品で可愛く年中使える。有名ブランドと比較するとIKEA は価格が3分の1ぐらい。 5. リューボイ699円。ワイヤレス充電器、 USB 電源アダプターと USB Type-C ケーブルは別売りです。 6. ショーラポート799円。スカンジナビア産のサーモンを塩漬け。サーモンに癖がなくとても美味しい。他のお店より格段に安いし、量も多い。7. モルクレット799円。センサー式 LED ライト。夜中に電気をつけなくても歩きやすい。帰宅して手が塞がっている時も明かりがあるからスムーズ。 IKEA の人気商品クロッキス299円。時刻、アラーム、タイマー、温度計、四角い時計を転がすだけでその機能に変えられる。ビッグレク蓋付きボックス1699円。 26×18×12cm。 レゴとのコラボ商品。蓋の上にレゴをレイアウトでき、おしゃれ。 IKEA で販売の
レゴブロック201ピースも大人気。フェールグリップマグ99円、重ねることができるマグカップ、エネビーポータブルブルートゥーススピーカー2994円、スマホグッズ、スタンドのコルクを外すと円形の穴が開き、紐を通せばズボンなどにつけられる。作業しながら音楽が聴ける。ディルフルート199円から。 USB ケーブル、布製で綺麗な配色で断線しにくい。ゴムに IKEA のロゴがあり、使わないときはおしゃれに収納できる。各種ラインナップあり。 IKEA のレストラン、レストランのメニューを買って帰れる。スウェーデンフードマーケット。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。別のも見てくださいね。